今回はアジア競技大会の7日目見ていきたいと思います。えーだ、女子団体戦かな。団体戦のね、3回戦が今、午前中の対局やってるんですけども、日本はね、台湾の、台湾との対戦なんですけど、えー、まさかのライブ中継なしということになりましたね。結果報告のみということですね。 男子団体戦ですね。男子団体戦は韓国との対局になりましたね。このような組み合わせとなってますね。4章と5章の、ね、対局2局見ていきたいと思います。黒番が韓国の新人即段、白番がサ佐ツシ七段ですね。で、原局面、こちらに黒が上辺打ちまして、 えー、白の実利と黒の大模様という展開になりましたね。白がどう入っていくかですね。でここから入ってきましたで。黒反発して。で、こうなりまして。評価値はね、白が90%超えてるんですよね。なので、この白がしのげれば、あの、地合いの差が白が圧倒的にリードしてますので、 しのげばほぼ勝ちっていう語圏になりましたね。しのぎ勝負ですね。もう黒字がないですからね、ここ、ばらされてしまっても。評価値も97%超えてるということで、えー、正しく打つことができれば、どうやら白を優勢ということなんですけどもど、ここで下がりで逆転されてしまったようですね。 ここに抑えられて結構難しいしのぎになってしまったようですね。ここまで97%超えてました。どうやら、一番普通の手って、えー、どうやら白が良かったようですね。あてから。この3目はもう捨てて、半分捨てても十分だったんですね、白としては。あっ 圧倒的に慈愛が大差なのでこ、まあ、ここまで打って、まあこの白っていうのはなかなかね、あの、3目捉えてもね、この白しのげれば勝ちなので、うん、なかなかやっぱ真ん中広いですので、うん、例えばこれぐらいでもしのげれば勝ちだったようですね。まあ、次白番ですからね、このコースでどうやらいけてたようですね。 実戦は下がりで、これ全部頑張り、頑張ったんですね。で、こうやって、もう全部の石をね、まともにしのぎに行ったんですけど、どうやらこれだと、えー、ちょっと厳しいしのぎになったようですね。ただ、これ、掘るのも大変なんですけども、新人即談の読みが強すぎましたね。これ、 持ち時間1時間なので、まあ、早碁だと思うんですけども、まあ、ここで、ここに打たれたところで白、えー、白が投了して黒の強し勝ちとなりました。まあ、この白が全滅したということで、ちょっと二眼がどうやってもできないということで、まあ、惜しくも逆転負けということだったかなと思います。 では、5章の栗山九段と、韓国の新民順九段の対局見ていきたいと思います。こちらの対局、まだね、対局中ですね。初手から見ていきたいと思います。で、かけて。で、こうやって。まあ、布石としては互角なんですけども、 これ、井山九段のね、好みの語形ではないのかなと思いますね。どちらかといえば、まあ、白の方が字に辛い語形で、黒が結構模様の語なんですね、この語は。まあ、全然互角なんですけど、ちょっとね、あの、白の布石がうまくいって、好みではない語形にされてしまった可能性ありますね。井山さん結構字を稼ぐ展開の方が好きなので、 ま、これが作戦通りなのか、予定変更なのかっていうのはちょっと難しいところですね。で、戦いで、ここ、霧から持っていったのがうまい手でしたね。この戦いがちょっと、黒はまともには戦えないんですね。まあ、伸びてもどんどん押されちゃうということで、跳ねて、これ捨ー石作戦ですね。 白は字を得しましたけど、まあ、黒は積みでってことで、まあ、これは、黒をうまく捨てたわけですね。評価値は全くゴ分です。だから、まあ、評価値は5分なんで、いいんですけども、これが、どうなるかですね。で、覗きにこの反発がやっぱりトッププロの手でしたね。まあ、これ、 受けてからだと後から覗いても効かない可能性ありますから、まあ、受け、えー、黒がついてくれたら受けようっていう手ですね。で、ここで黒反発して、どうやらこの反発に反発を返したんですけど、白が少しポイント取ったようですね。ここまで互角でした。これはちょっと人間には気づきにくいんですけど、 別芸の図はこの手を示してましたね。ちょっと俗な手なので、人間はちょっと打ちにくい手なんですね。ただこれ、継がせて出る調子があるので、これで一手隅守って、どうやらこれで、まあ、黒、打てたようですね。まあ隅の字も頑張って、外側もね。まあこの黒石は結構強いですから。 実うんこれはなんか黒もねここに繋ぐことができてなんかここら辺の黒地が大きそうに見えてなんか黒が得したように見見た目は見えるんですけどもどうやら白が少しポイント取ったようですねやっぱこのここ突き抜いたことで白石はもうほとんど攻められない強い石になりましたからこの得もやっぱり大きかったようですね。 ですかさず、えー、今、白が先手を取れたんですが、すかさずこちらに打った。ここが大きいところでしたね。これは黒から打とうと思えば、決めることができたんですね。これ、つなぎを打つ前に、先にこちらに打てば、これは、えー、曲がりで受けぐらいになりますから、これは決めることができたわけですね。だから黒から、 ほぼ先手の権利みたいな場所だったんですけども、まあ黒から決めるチャンスはあったんですね。ただ黒が決めなかったので、こういうね、わずかな隙っていうのをトッププロ見逃さないんですね。すかさず、ちょっと、やってきましたね。で、こうやって。で、どうやらまたこの羽でね、ちょっとやっぱ評価値を、後ろに。 え、評価値上がったということで、またここでも白が少しポイント取ったようですね。跳ねるとちょっと霧の弱点残りますから、どうやら絶芸的には伸びぐらいが相場だったようですね。絶芸の図は伸びを示してましたと。結局、もう一点戻らなきゃいけなくなるので、まあ伸びぐらいで味よく売ってるぐらいということでしたね。 ただこうやって羽ネツギとか打たれると意外と大きそうに見えた黒でもちょっと減らされてるっていうのがわかりますよね。これで、また白に先手取られてこちらに打ってちょっとこの3目がね、攻められる可能性あるということで、どうやら評価値が落ちてしまった。 で、こうやって。まあ、黒石も弱いので、まあ、白、しのぎ勝負になったんですけど、まあ、俺はなかなか取るの難しいですかね。で、語形的にも、白のしのぎ勝負で、井山さんがこの白石を、なんか、かなり攻めないといけないっていう展開になったので、やっぱり好みの展開ではないのかな、ということで、そういう意味でも、 やっぱり新人即談が局面をうまくコントロールしたのかなと。やっぱり井山さんを研究し尽くして対策してきたのかなと思いますね。相手が嫌がる語形で勝負しようということですよね。で、これで真っ白収まり形ということで。また先手を。やっぱ先手を取ってその大きいところに回るという、この局面、 のコントロールの白番の打ち方としては本当にお手本になるような打ち方ですね。でこれは3目はもう取られてますね。あと2手なので。でこれはあのうんまあこれは。 生きてますね。ここの白っていうのは。取る手と、えー、ここ、えー、っ黒がつないだら、ここに打てばいいのまあ、つなぎでもいいんですけど、まあ、最悪ここ打てば生きてますので。で、こっち出てきたら、ま、取る手がありますからね。 これも生きてますね。あの、ここに目ができますから。これ生きてますね。これ無条件で生きてる。ここに打って、これは、ここの、そうですね。ここを受け,受けたってことは、これなんか、ここ受けてると、放り込みを狙ってるってことですね。 この狙いを見てたんですね。こうやって。ま、あ一回一回取るんですけど。まあ、一回一回白取るんですけども、繋ぐとこれで。これはすごいこうになりますね。で、こうやって。まあ、ここで、一応部分的にはこうなんですけども、 例えば外側がね、蕎麦項があるということで、なかなかこうでも、評価値的には取りに行くの難しいようですね。ただ一応こうなので勝負形にはね、なのかなと思いますね。で、原曲面ここまでとなってますね。で、ここでと。 で、まだこうなんですねで。ここに打たれたところで黒が投了して白の中押し勝ちとなりました。これも取れないっていう判断ですね。絶芸の図見ていきますか。まだここがこうで。でこれで解消ぐらいという絶芸の 判断ですね。で、これで白が左上と連絡できますので、ね、で、こうなるとね、右下の滑りがめちゃくちゃでかいんですよね。これで形勢判断すると、やっぱはっきり白地の方が、しのがれてしまうと、やっぱはっきり白地多いということで、投了仕方ないという、そういう判断だったかなと思います。 あの、今状況的にどうなっているかというとですね。一力九段、まだ対局中なんですけど、どうやら、え、パック・ジョンファン九段が優勢のようですね。で、残りの対局、関九段の対局終わってまして、ビョン・サン・イル九段の勝ちとなりましたね。まあ、この時点で日本3敗なので、韓国の勝ちですね。 芝野九段は、えー、韓国のね、強い方、対局なんですけども。ウェラス芝野九段負けて4敗ですね。なので、まあ、まあ、惜しい子もあったと思うんですけど、まあ負けてしまったということで。まあでもね、予選は4位までに入れば本戦出れますから、まあ本番はね、本戦の 勝負。まあ、ここで勝てるかどうかっていうのがね、重要になってくるのかなと思います。というわけで今回ここら辺で終わりにしたいと思います。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございました。